動画ご覧の皆さん、こんにちは、よしきです。今回の動画はなぜ僕が VTuber のファンアートを描くのかについてです。なぜ僕が VTuber のファンアートを描くのか、まあ理由は3つなのですが、主に2つあります。その1、画力アップ。その2、見てもらえる。僕が VTuber のファンアートを描く理由、その1、画力アップ。イラストは描けば画力は上がります。ですが、ただ描くだけではいけません。なので、すでに存在しているキャラクターや作品の二次創作をすることで画力アップにつながります。元の作品やキャラクターを見て描くことによって、それまでに気づけなかったことが気づけたりします。もちろんそうした発見も大切ですが、設定をよく見直すこともとても重要です。どんな性格のキャラクターなのか、外見は容姿はどうか、このように情報を整理します。そして、可愛いキャラクターであればなぜ可愛いのか、その理由を考えて、自分の普段描いているイラストと比べてどこが違うのかを比較することで成長につながります。キャラクターイラストに関しては、作品によっては三面図と呼ばれる正面、横、後ろ、この3つで全体を把握することができる設定資料もあったりします。このように資料をよく見て書くことによって、作品のクオリティを上げることができます。以上のことからも、二次創作によって画力をアップすることができるので、おすすめです。僕が VTuber のファンアートを書く理由、その2、見てもらえる。見てもらえるんです。え、どういうこと？と思う方もいるので、説明していきたいと思います。この見てもらえるという意味には、実は2つの意味が含まれているのですが、まず1つ目なんですけれども、これはネットにアップすることで誰かしらの目に留まるということです。これに関しましては、 VTuber のファンアート問わず、ネットにアップすることで誰かに評価をしてもらえるっていうのは大切ですね。そして一応2つ目、これが重要です。本人が見てくれるんです。アニメやゲームなどのイラストも、作者やその作品に関わった人たちが見てくれたり、いいねやリツイートをしてくれるかもしれません。しかし VTuber の場合、紛れもない本人その人が見てくれるんです。もちろん活動されている方によっては、見ない方というのももちろんいらっしゃるとは思います。しかし、この VTuber 業界自体がファンアートを一つのコンテンツとして確立しているので、他の業界に比べて圧倒的なんです。ちなみにこちらが撮影日である2020年6月18日のピクシブの検索ランキング、男子の方のランキングなんですけれども、5位と7位には企業の VTuber であるニジサンジとホロライブ、僕の大好きなニジサンジとホロライブがランクインしています。この VTuber のファンアートというのは、他のファンアートは少しだけ違いまして、活動を応援したいだったり、今日の配信このシーンが良かったよねなど、リスナーも楽しむことももちろんですが、応援もできるといったウィンウィンな関係なんですよね。ほとんどの VTuber が活動の際に Twitter にファンアートを投稿してもらうために、専用のファンアートタグというものを作ります。これを決めることで、 VTuber 本人だけでなく、リスナーも見て楽しむこともできますし、共有することもできるんですよね。また動画や配信のサムネイルにファンアートを使用したりするので、あ、このイラスト Twitter で見たとか、このイラスト本人がいいねしてたなど、リスナーもより楽しめるのが魅力の一つだと思います。なので VTuber が活動する上で、ファンアートというものはなくてはならないものになりつつあります。これらの理由が僕が VTuber のファンアートを描く理由です。まあ、僕自身もファンで好きで描いてるんですけどね。もちろんですね、好きで描くっていうのがやっぱり一番大事なんですよね。なので推しがまずいて、まあ、それが好きで描くっていうのがベストですね。では最後にですね、気になる方も多いと思うのですが、実際に VTuber のファンアートを描いた時と、その他のファンアートを描いた時を見比べてみましょう。右がニジサンジというグループの VTuber、 厳密にはバーチャルライバーの静香凛さんで、左が漫画原作でアニメ化、実写映画化も果たしたかぐや様は告らせたいの E のみこちゃんです。これはツイッターでの比較でありますが、ツイッターでは、本人である静香凛さん、しずりんがですね、本人にいいねしてもらいました。アナリティクスで見ても分かるようにですね、かなりの差があることが分かります。クリックされた回数で見るなら約10倍もの差があるんです。ちなみにですね、ピクシブでは違った結果なんですね。これを見るとなんだかなと思っちゃったりしますよね。個人的にツイッターとピクシブでこれだけの差が出るのは、主に使用用途の違いが理由だと思います。ツイッターはつぶやきといった140文字以内の短文投稿だけでなく、画像や動画、GIFなども投稿することができます。それに対しピクシブはイラスト、漫画、小説などがメインになるため、同じソーシャルネットワーキングサービスでもこのような違いが出ると思われます。あくまでも個人的な見解です。ということでございまして、以上が
僕が VTuber のファンアートを描く理由でした。でも結局のところ好きで描いてるだけなんですよね、まあ、こういうですね作業配信を見てもらえればわかるんですけれども、推しへの愛が爆発してるだけなんで、まあ好きで描くのがやっぱ一番ですね。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバーイ。